トスオラ B レジェンド鍵谷、今日も行ってみっかということでですね、はい。ですね、またまた、道着着てね、やってまいりましたよ。まあ、今回何かというとですね、12月14日、皆さんね、テレビとかでね、ちょっと、なんだろう、試写会だったかな、なんかイベント入れなかったとか、そんなニュースも出てたりしたので、ご存知の方もいるかもしれないんですけれども、実はドラゴンボールのね、映画が始まるんですよ。12月14日。もうね、やっぱり、あれですよ。僕らからするとね、このドラゴンボールっていうのはもうね、すごいですよ。見てたでしょみんな。もう若い人でもそうだと思うんですよ。スーパーで見てたと思うしね。で、今回もまあこのブロリーがね、出てくるっていうことで、まあ劇場版でね、出てくるブロリーですけれども、またね、どんな、内容になるのか今から楽しみなんですけれども、実はね、映画の告知じゃないですよ。ね、皆さんもう分かってらっしゃると思うんですけれども、実はインスタでね、ちょっとポストしたらですね、もうめちゃくちゃリポストされてですね、いいねもね、なんかもう瞬間で1300ぐらいいいねついちゃって、ちょっとびっくりしてたんですけど、ツイッターの方もかなり拡散してるので、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、もういいですよね、もう見せればいいですね。はい。何かというとですね、いでよ！Bレジェンドドラゴンボールプロトインって書いてありました。はい。こちらですよ、こちら。でね、もうね、ついに発表することができましたよ。もうやっぱりね、僕らの年代に限らずなんですけど、トレーニングしてる人はね、ドラゴンボールみんな大好き。ね、僕もそうです。もう小学校の時からね、描いてましたよ、悟空の絵を。まあ僕が描いてた頃の悟空はまだ尻尾が生えた頃の悟空ですけど、で、やっぱトレーニングもするようになってね、まあフィジークとか、まあいろんなボディ以外のね、ジャンルも出てきたけど、やっぱりね、こうフィジーク選手見てても思うのが、やっぱこの悟空の体格ですよ。これがね、やっぱり、ボディビルダーのね、もうX 型のめちゃくちゃでかいモンスターのような体っていうのも非常にかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりこうね、最近、まあベースボールとかフィジークとかある中で、こういうね、悟空体型が、非常にね、かっこいいんじゃないかなと。まあもちろんね、今回出てくるブロリーもそうですよね。ブロリーもこれ見てもらうとほら、わかるでしょ？ブロリー。超バルキーでしょ？だからね、やっぱりこのブロリー体型を目指す人もですね、悟空体型、ベジータ体型を目指す人もですね、ぜひね、今回 B レジェンド、ドラゴンボールスーパーコラボレーションプロテインをですね、飲んでいただければと思います。でね、まあ、内容をまた追って話しますけれども、あ、そうそう、映画公開前に、映画よりも先に出ます。いつ出るか。12月10日お昼12時でございます。12月10日月曜日お昼12時にドラゴンボールスーパーと B レジェンドのコラボ、カメハメハ風味が新発売いたします。カメハメハ風味ね、これ。で、裏面こんな感じ。裏パッケージこんな感じ。ね。で、これが販売されます。お値段は3200円です。3200円。1キロです。で、中のスペックもね、だいたい1食あたり 20g タンパク質取れるし、ビタミン C、ビタミン B6 でね、タンパク質同化作用を高めることも、普通のね、普段の B レジェンドシリーズと同じようなスペックになってます。なので、ぜひですね、これはね、皆さん飲んでください。味はね、カメハメハ風味なんですけど、カメハメハってどんな味だってもう、前の波動拳みたいに言われちゃうと思うので、エナジードリンクみたいな味になってます。エナジードリンクみたいな。非常に飲みやすくて美味しいです。もう結構ね、なんだろう。トレーニングしないんだけど、もうパケ買いしますみたいな感じで、もう買いますっていう人もいらっしゃいますしね。かっこいいですよ、これは。はい。ということで、まあ、またね、ちょっと今回、まあ、12月10日に発売しますという動画なんですけれども、また次の動画でね、実際飲んでみて、ちょっと試飲してね、そのレビューもしてみたいと思います。はい。ぜひね、あとは、まあ、皆さん12月14日、ドラゴンボール、スーパー、ブロリーですね。公開、劇場公開となりますので、映画館に足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてその時はね、ぜひ皆さん、これを持ってですね、12月10日に、発売されますから、まあ、10日にお申し込みいただければ、11、12ぐらいには入手できるんじゃないかなと思いますので、14日公開までにね、手に入れて、そして、これを持ってですね、劇場版、ドラゴンボールスーパーブロリーをね、見に行っていただければと思います。ということで、12月10日お昼12時、ぜひ楽しみにしておいてください。ではまた次の動画でレビューしたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。グッドボタン、ぜひぜひお願いします。あとシェアもお願いします。ぜひシェアしてください。ということで、ドラゴンボールスーパープロテインでした。またお会いしましょう。さよなら。